いいいつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。す。青山理です、えーまあ、コーチングの話ですけれども、あのー、演技の話を改めてしてみたいなと思います、えー、とコンフォートゾーンが移行するとですね、演技が切り替わるですね演技が切り替わる人間関係が切り替わる、まあ、結果としてコンフォートゾーンが移行するから逆にゴール側にすでにいる人と しっかりと人間関係が双方向につながるとコンフォートゾーン現状からゴール側に飛びやすくなってくる移行しやすくなっていくということも当然ながらあの言えるわけであって、まあ、そういう話もさ過去何度もしてきてると思うんですけどもコンフォートゾーンですね縁起の何、まあ、ですかね塊というふうに捉えていくというような感じですねだから現状からゴール側にコンフォートゾーンが移行した時にはえー、っともっと いた現状の人間関係がちょっと希薄になってくる感じですよね。でゴール側に新しい人間関係がどんどんつながってきて、まあ、まさに、えー、ゴール側の新しい人間関係と、えー、日々過ごすようになるそういう時間がどんどん増えてくるコミュニケーションの,みあの頻度もですねその密度がどんどん上がってくるというか。 えー、そんなな感じになってきますだからまあ完全に切れるわけではないけれども現状元いたところのコンフォートゾーンの、えーまあ、電話帳には載ってますよね電話帳っておかしいですけどスマ,ホの、えー、と電話スマホの中には電話番号とかですね連絡先は入ってるものの、えー、とまあ以前はほぼ毎週のように連絡取ってた、えー、仲間となんか取らな連絡取らなくなったなとか。 逆に言うとあのゴール側にいる人間関係コミュニティとは頻繁に連絡取るようになってきたとかなんかそういうことが起きてくるってことですよね。で、えっと、実際それ直接会うか会わないかは別にしてあの日々触れる情報もです、ねえー、っと現状もともといたコンフォートゾーンの時には触れなかった情報に、えー、ゴール側にコンフォートゾーンが移行するとですねまずは、えー、っと触れる情報が変わってくる。 ゴールによってもちろんの、えー、と脳に届くマインドに届く情報が変わってくるので例えばアクセスするサイトが変わるとかでそれによってまた新しい情報に触れて、えー、そこからまた新しい習慣が自分の中にインストールされてくるようなそんなことが起きてきたりとかでやっぱりそこで気になるのは縁起が切り替わると,というところであのゴール側にいる人とつながった瞬間に まあ何が起きるかですよね。まあ、最近も自分もよく、えー、振り返ることあるんですけれどもゴール側にいる人新しい人間関係がつながり始めると人が人を紹介してくれるみたいなことが次から次へと起きてくるとまさにこれがその縁起の連鎖が起きてくる感じですね。そのののの、きっかけととなる一番最初のこのキーマンとの 出会いっていうのがやはり、えー、とても重要なんだろうなというふうに感じるわけですねもう繰り返しになりますけど自分の場合は元祖校長のルータイゾ・トマとチ口博士とこのお二人に出会ったことによって、えー、と新しい人間関係が次から次へとつながってきてとでコンフォートゾーンももちろん行こうしそして仕事も変わり会社も経過として辞めて自分で会社立ち上げてみたいなことが、えー、と起きてきたということですね。 でまあ、まあ自分のことを振り返るわけではないですけれども自分の周りにもそういうことが起きている人がどんどん増えてきてるなというふうに当然ながら感じるこれ,はこ,あのこれはコーチングを学んんでで実践すするるとと起きることなんですよねでその中で改めてこの縁起についてお、えー、話をしてみたいなと思うんですけども人では人生を思いっきり変えるというような出会いって どのように起きてくるのかなというふうに日々今、えー、と新しいゴールがあの見つかったりとかでゴールに向かう、えー、プロジェクトを動かそうとしてたりとかいろんなことを自分の中でこう内面でエネルギーが溜まってきては爆発しということが連続的に起きてるんですけれども。 まあこれはクライアントの中にも同じようなことが起きてるわけですね特に認定講座に参加される方の中には非常にそれがあのすごい頻度で起きてくるというかです、ね、ほぼ全員が起きてきくる感じかなと思います連絡もそのような嬉しい変化みたいなことで、えー、っと連絡いただくこともありますでその中でやはり新しいこう人間関係新しくこう コミュニティに参加したとかですね。新しいこう、えー、と人間関係は次から次へと広がってきてますみたいな話も当然ながらあの聞こえてくるんですけども、これは当然の話かなと思うんですね。ただしあの逆に人間関係を変えれば、えー、と現状のコンフォートゾーンから抜け出してゴールがに行けるかというとなんか逆に考えてそれが効果的なんじゃないかということで。 えー、異業種交流会とかですね、なんか懇親会とかに参加して、いい出会いがあるんじゃないかっていうふうにあの思いがちなんですけど、うんこれはあんまりあの <laughs> 自分の経験でもあなくはないですよ、全くゼロではないけれども、本当につながるような、人生を激変させていくような、えー、と出会いっていうのはなかなか起こらないなと、いったいなこれは一体何なんだろうなと。 でこれ友淵博士の本にも書かれている通り異業種交流会とかそういう懇親会とかではですね、みんな自分の利益のためにもちろん自分のビジネスを広げるために仕事を探すすんですよね。自分のビジネスにプラスに働くようなお客さんになる人クライアントになる人を探す人が集まってくる場合が多いのでそれをお互いに引っ張り合うんでなかなかそこはうまくいかなかったりすると。 じゃあどうやって出会うことができるのかですよね。それはえっ、ー、と自分のそのまあ、価値観と価値観がつながるのが一番あのしっかりと縁起がつながってくるので、お互いにえっ、ー、と価値観が共有化されたときには非常にこういい出会いが起きてくるんですよね。だから抽象の高い。 世の中は戦争差別をなくすとで、自分の場合は2015年からワールド・ピース・コーチングというイベントを毎年開催しているので、このワールド・ピース・コーチングという世界平和とコーチングというキーワード、同じ方向に向いているからということで、組み合わせた言葉をあの、まあ、作ったんですね、そしてイベントの名称にして毎年開催していますけれども、完全に社会貢献のイベントで。 収益金はあの社会貢献の、えー、いろんなプロジェクトに寄付するというような流れでやってきてますけれども、このワールド・ピース・コーチングという看板を掲げて活動すると、ですねやはり自分も社会貢献したいんだと、世界平和に向けて自分が何ができるかわからないけど、このイベントを通して何かお手伝いできるんじゃないかという、抽象度の高い人がどんどん集まってきて、非常に良い出会いが起きたんですね、今もあの毎年のようにそういう出会いが起きてきてます。 で、それは、えっ、ー、と、集まって運営側に参加していただく方、参加者として参加していただく方との出会いにも当然ながら言えることであるんですけど、ゲストとの出会いもそうなんですよね。まあ、これまで、えっ、ー、と、ビッグなゲストにも参加していただいてきてますけれども、うん、まあ、あえてここでは何も言わなくてもいいかもしれないですけど、そういうビッグなゲストと出会うことによって、その先にまた紹介されたりとかですね、いい出会いになってるなぁと。 いう感じですよねやっぱり中小の高いゴールを共有すること、じゃあそれはどうすればいいか、自分から情報発信するということですよね。世界平和、ワールドピースコーチングという、その世界平和とコーチングという、えー、同じ方向に向いている言葉を組み合わせて、えっ、ー、と、世界から戦争差別をなくす、飢餓をなくす、そして子どもたちにコーチングを届ける。 えー、そして大人たちの世界にも社会にもあのコーチングというものを知ってもらい必要な人にはどんどんこう実践していただくと学んで実践していただくとそのきっかけ作りとなる情報発信をする場としてワールド・ピース・コーチングというイベントを作りましたと。ということで言うとですね、まあ、子どもも当然ながらメインのターゲットであるんですけれどもそれを、えー、子どもたちの、あのー、環境を作っていくのは我々大人の責任でもあるので大人たちにも届けていきたいわけですよね。 まあそういった意味で影響力のあるゲストに声をかけて、こういう趣旨のことを言うとですね、一発でも、あの、OK、じゃあ協力するよって言ってくれるわけですね。本当に忙しいゲストなんか、あの、なんて言うんでしょうね、提案の <laughs> 前もあったんですけど、例えば北別府さんなんか、あの、広島ではもう、ね、レジェンド、全国的にもそうですけど、213勝通してあり、えっと、迷宮界であり、 沢村賞を受賞しているしそして沢村賞選考委員の一人でもあるしもうすごいピッチャーですよねあの元広島カープの,あの伝説の投手ですけども北別府さん、えー、とご紹介いただいたんで、まあ、あ,のあるところから紹介いただいたんでじゃあ提案をさせてくださいということで、まあ、提案書を持っていってあの時間も本当に12分ですよね。 で、紙でちらっと見せてこういう趣旨でこういうふうにやりますって本当に30秒ぐらい説明してよし分かったってねじゃあ詳しい話はあの担当のこの人に渡しといてみたいな感じ日程調整 OK みたいな感じでもう本当3分ぐらいで最初の出会いは終わったかなと思うんですよね、まあ、そんな感じですよ忙しい方はそんな感じあの前後にですねそうやって提案をしたい人がずらっと並んでました、えー、といろんなその… 何でしょう、ね、<laughs> あのかなり年配の方々が集まってたりとかするあの団体もあれば若い人たちもいましたけどもうそれだけ影響力のある人なんでいろんな人がいろんな目的で提案していくんですよね。で自分たちは本当にそこは、えー、来ていただければ最高だしでどっかにこうね礼儀誘導しようという目的もないんでそこ一発であの。 見抜いてくれたさすがの北ペプさんという感じですけどね一番長く、えー、参加していただいてるんじゃないかなと思いますあの2020年あの病気になられましたけどあのしっかりと治療が成功してですね、えー、手術も成功し治療も今順調に回復中ですので、えー、またあのイベントには参加していただきたいなと思いますけれどもまあもちろん体調次第ですけどねから演技というのはそうやって抽象の高いゴール を共有するそういう価値観を共有したところに強烈な双方向の何て言うんですかねしっかりとした人間関係演技がつながっていくということですねそしてその先にまた人が紹介されてくるというねまた紹介するよみたいなことになっていくということで中途半端な抽象度ではなくやっぱり最も高いというレベルのできるだけ高い抽象度の 価値観をあの共有してていいくっていうこと,かなと自分は自分はます。で、えっとまあ、世の中今さまざまな情報飛び交ってますけれども情報の洪水の中で我々生きてるようなもんですけどねで目の前にある課題をどうやって超えていくかというね、えー、状況の中で苦しい状況の中でどの情報をあの自分の中にインプットしそしてその情報を使っていく,ないくのかというね やっぱり知識は大量にあった方がいいわけであって課題解決のためにやっぱりその時にでもですね最近気づいたことがあるんですよねそれはですねえっ、ー、と情報を単発で拾っていくと何て言うんでしょうねなんかうまくつながらないことが <laughs> 多いかなとで信頼できる人からあの提供された情報はこれはですねかなりあの 効果的かななというふうにに感じるようになってきましたっていうか今日はあの今日昨日この3日間ぐらいでその話その内容でずっと考えてきたんですけど一体何だろうとたくさんある情報の中でこの人が言ってることはもう信用できるっていう心ここ底からあのそのアドバイス聞いてみようかなとその話面白いから自分も展開してみようとその方向性でやってみようかなっていう気になってやってみるとうまくいくんですよね。 逆に大量にある情報で良さそうだぞという,うまあ誰が発信したかわからないようなでもそれでも結果出そうな情報もあるんですけどそういうのにつかむとなんかうまくいかなかったりするんですよね。まあ、これはたまたまかもしれませんけれどもやっぱりですね、えー、としっかりと信頼できる人とつながるとその信頼できる人から さらに信頼できる人が紹介されたりとか信頼できる情報がそこから流れてきたりするということで実はその演技というのがすごく大切に自分はしているわけですけれどもそのそのキーとなる人生を変えていくような人との出会いすごくあの大切にしながらその先にあるその人を通して入ってくる情報っていうのをすごくこう えとなんて大切に扱わせていただいているというかですね非常に純度の高いあの話が流れ込んできたりするなというふうに感じています。あのこれはやっぱり抽象の高いゴールを共有しているからだとは思ってますけれどもということで、えー、と今日はなんとなくそういう話をさせていただきました。あの分かる方は分かると思うんですけどね。えー ちょっと分かりづらかったなという方は、ぜひ繰り返し聞いてみてください。えっ、ー、と、自分もですね、なんとなくそこは感じてきたんですけれども、ここ3日間、1週間ぐらいで、えー、なぜかその、溢れてくる自分の中にこう届く情報の中で、うん、まあ、種類分けできるわけじゃないですけどもね、なんかそういう傾向があるなということで、しっかりとそこをですね、確認していくとなるほどと。 うん、なるほどなるほどというのをなんか腹落ちして特に言われてきてることだと思うし友達博士から学んできてることだと思うんだけれども、えー、っと自分の中でさらに腹落ちしたこの1週間だったかなというところでやっぱり演技の大切さそして縁起がつながることによってそこから自分が得られる、えー、ゴール側に進むために。 プラスになる情報はなんとそういうしっかりとした演技つながったあの方々から届いてるなということを最近また確認しました、えー、もちろんそれだけじゃないと思いますけどねその,その角度が非常に高いんだろうなということを感じて、えー、アンテナを何でもかんでも広げるあのたくさんの情報を拾うっていうことも当然ながら自分もやってるんですけれどもそれも一方では必要だと思うんですよね。 ありとあらゆる情報をゴール側に、ね、あの関係するゴールに関係する情報ありとあらゆる情報をですね拾いつつもでもそこの中から順度の高いものをあの引っ張り出すためにはやはり、えー、その裏側にあるその情報を発信してくれた人もしくは届けてくれた人っていうのが実は強烈な人文を変えていく自分自身の人生を変えていくキーマンとなるようなその 演技、その先から届いてくる情報、その人を通して届く情報というのは非常に純度が高いなというふうに感じましたこれはあの多くの方がもうすでに感じられていることかもしれないし、えー、友達博士もいろんなところでなんか教えてくれてたなと思うんですけど、ね、頭では分かってたつもりなんですけどもそれがあの体感できたということで、えー、今回はあ,のあえて言語化してみました。 えと皆さんのねコール達成にプラスに働くようなあの、えー、内容であったら嬉しいなと思ってお話をさせていただきました、えー、ぜひ繰り返し聞いてみてください今回は以上ですわくわく様でした